和尚下町探偵団源さんです。今日はね、木場公園横の何がだか大横川でいいんだよな、大横川沿いの河津桜だったかな、早咲きの桜をちょっと見ていこうと思ってるのだ。実はこれ2年ぐらい前に多分撮ってるはずなんだけど、まあ2年前に比べるとちょっと足の腕もあったかなと思って、ちょっと今回は綺麗に撮れればいいなと思ってるのだ。こんな感じ、なかなかいい感じでしょ。今一番最初に鍵を見せたと思うけど、これね、なんかね、鍵がかかってるとこが何箇所かあって、永代通りなんだよ、あそこの橋が。そっからここまでの間鍵かかって入れないし、それから向こう岸もなんかね、どうやら入れるとこなさそうなんだよね。で、前回もここ通ってるから今回は向こう岸から通ろうかなと本当は思ってたんだけど、向こう岸行けないんじゃしょうがない、また同じとこから通るのだ。綺麗なんだけどね、向こうもね。大体多分全部河津桜なんで全部同じ品種だと思うんだけど、光の加減かなんかで多少色が変わる。それとね、ちょっとね、これほんとタイミングなんだよ、こういうのって。1日2日ぐらいで変わっちゃったりするんで、今日はね、さっきちょっと見たらね、前回とは違ういい景色があったんで、それもお届けできればなと思ってるのだ。なんかカラス多いな。で、この河津桜はね、なんかもうこの辺では有名で、今日なんかは平日だからそうでもないけど、土日なんかは今週来週あたりは結構な人だと思うよ。綺麗だよね。こっちちょっと色違うでしょ。なんだろうね、種類違うのかな。ああ、だけどこっちは木を囲ってあるけど、向こう側は人が通れない、向こう側は木で、あ、木を囲ってない。こっちはだからある程度補強されてるというか、人が通ってもなんかトラブルがないようにされてる感じがするね。これもう終わったんだね、ある程度ね。なんかつぼみっていうか若葉っていうのかな、なんかちょっと違うものがついてる感じするもんね。河津桜も含めて、桜は早く咲く桜と普通に咲く桜とあるのね。大きく分けてだよ、本当はすごいたくさんあるんだけど。で、まあ、いわゆる早咲きの桜と遅咲きの桜って言われてんだけど、早咲きの桜、下町三大早咲き桜みたいなわしの中であって、つけるの好きだよね、下町探偵団はね。あれなんかも見事だね。タイミングがあるんで、どうかわかんないけど、今年はそのうちの2つぐらいをちょっと紹介できればなぁと思ってるのだ。そこもさ、扉あるけどさ、
鍵かかってんだよね。で、こんだけ早咲きの桜が咲いてるのってかなりここら辺では珍しいはずなんで、三大早咲き桜のうちのここが一つ目ね。これちょっとも葉桜になってるね。で、もう一つがこれはね、桜っていうかね、早咲き桜が2種類、親子なんだけど色が全然違う。で、他にミモザがあって、ミモザの黄色と桜の赤、それから新しい桜のピンク、そしてミモザのね、葉っぱがまた綺麗なんだよ、だから緑。その4種類のね、色が百花繚乱みたいなところがあるの。蔵前神社です。多分去年も一昨年もやってるんで、そんな気がするんだよな。一昨年やってないかな、まあ、今年はやりません。で、三つ目タイミングなんだけどな、撮れないと恥ずかしいから言わない、場所は亀戸周辺です。こっちの方もちょっと咲いてるんだけどな、あの道それたとこね、道って川をそれたとこね。で、わしが見せたいのは、ここで今日見せたいのはこれ、三大早咲き桜は3つともいろんな色との融合なんだけど、ここもただのピンクじゃないんだよ。ほら、ちょっとどうだろう、綺麗に見えないかな、桜のピンクと桜がもう散り始めて若葉がつき始めた木の緑、ピンクと緑、ピンクと緑、この対比みたいのが実はここの一番綺麗なとこじゃないかとわしは思ってるのだ。ピンクばっかしは綺麗だよ、そりゃそりゃ誰でもわかるさ。だけどちょっと違うんだな、もうちょっとね鮮やかにね色が変わりしてくれると本当はいいんだけど、ピンクと緑はなんか対比してるでしょ。なんかこの感じだとごちゃごちゃって感じはするけど、もうちょっとはっきりするとね、ほんと綺麗。時期は分かんないんだよな、ちょっと早すぎたかちょっと遅すぎたかどっちかなんだけど、桜もイチョウもそうだけどさ、光の加減でさ、早く咲いたり遅く咲いたりするじゃない。まあイチョウは咲くっていうか、あの紅葉応用、葉が綺麗に、葉っぱが綺麗に色づくんだけどね、うん、時期にもよるけど、私は今日あたりはここら辺が一番綺麗だと思うんだけどな。あんまりここら辺人が歩いてない。こうやってみるとこの通りはそんな大ぶりな木はないんだよな。あの向かい側はちょっと大きいね、うん、これも桜かな。そうだよね、多分幹の色とか雰囲気似てるし、ここだけ違う気にする必要もないし。
重森橋、ここで一応終わりかな。永代通りじゃないや、火災橋通りか。参ったかな。この橋確かね、東京都で一番低い橋なんで、だから水面が海域かな、水位っていうか上がってきちゃって船通れなくなっちゃう。まあ、今現在もなんか水面から橋までの高さがあんまりないように見えるでしょ。一番最後に見せた桜、これちょっと見事そうなんで、これを最後にして今日は終わっとこうかな。多分三大早咲き桜、今年取れるかどうかわかんないけど、さっき言った三つ目が取れれば一番かっこいいです。綺麗です。乞うご期待。あんま期待してもらえない方がいいか、取れないかもしれないから。じゃあそういうことで今日はおしまい。これでいいのだ。